いなくなってた。もう陶芸はやったことないな。できてるか、グラス。すみません、呼ばれました。ということで、石橋さん、一つとなりました。それではこれより最後のチェリーセレモニーを行います。続いてがですね、最後の一人を決めるチェリーセレモニー、そしてネタ話です。気の毒ですが、懺悔です。いやでもグラッセがもう好きだったらいいよ、しとしよ。もういい、それで、それでいいよ。うん、どっちもごめんなさい来て、ほんとブチ切れちゃう。これはもういいよ、それはダメです。菅野さん、これはさすがの俺も、もうチンコ出しで企画全終わらしてよ、もうチンコ出し。そんなことされたもんじゃ。いや、カットで整理できるから。生配信じゃないんで。もう丸々お蔵入りさせちゃうよ、そんなの。チンコ出し企画全終わらし。とんでもない必殺技ですね。とんでもないの持ってるから俺。生配信じゃないから導入できるんだけど。ということで、石橋さん、いよいよチェリーは残り一つとなりました。ね、そして今夜最後の、今夜、まあまあ、今日最後のチェリーセレモニーが行われます。今村さん、そして高田さん、このお二人のうち一人にチェリーを渡していただきます。どうですか、心の準備できてますか？今村さんはそうか、どうですか？受け取る準備ができてると、やれることをやったと。それではこれより最後のチェリーセレモニーを行います。すごい発表してます。今回チェリーを受け取った方がバシェラーの真のパートナーとなります。ではバシェラー、あなたが心に決めた運命の人にチェリーを渡してください。まあ、葵さんと二人とても楽しそうでしたよ。グラッセとは、陶芸で初めての体験をさせていただいて、非常に楽しませていただきました。いい雰囲気ありました。はい、では、もういよいよ、次は最後のチェリーセレモニー。はい。どうですか、今、どうですか。いや、それはまだわからないですね。それちょっとお楽しみにしておいてっていう感じですか。じゃあ今の時点ではまだ固まってはない。そうですね。ちょっと、まだ。はい、はい、チェリーを渡すのは、ごめんなさい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 。今2枚切りしょ、取った、ごめんなさいって言った。マジかよ。2人とも素晴らしい方でしたね。はい、もちろんいろいろ拝見させていただきました。なんですが、お付き合いをするとき、うん、今すぐちょっと前回と今日2回会った時はちょっとできない。なるほど、そうかそうか、ちゃんとそこまで考えた上で、はい、そこはちゃんと真剣に向き合わせていただきました。はい、はい、でも報われなくないですか、この中の一人だけ。はい、お友達という形で。ああ、まずは段階を踏もうということ。はい、ああ、全然、なるほど。それではその方に、はい、あ、そういうことですね、連絡先を聞いてもらうという形でも、はい、よろしいですか。選んだ基準がそこってことですね、はい、ゴールが。はい、グラスさん、おお、お友達からということでよろしくお願いします。チェリーを渡して、ありがとうございます。お願いします。あ、で、じゃあこの場でちょっと連絡先。あ、じゃあそうですね。ね、やっぱこのラーナーではしませんよと。じゃあその教えてもらうというわけですか。はい。ぜひ教えてください。はい。そうですね。こちらからも。ということで、はい、優勝は都築エレンペアです。
おい何やってんだよ。あのエレン続けてやには賞金の方。はい。イエーイ。ありがとうございます。何でしょうか。しっかり心を掴みましたね。ねえ。トータルで見たとき。グラッセか。あれ。しばしか。勘弁してよ。ガチ決めのシャバ像じゃん。ドッキリ大成功だ。ほんとにしてよ、ほら。ほんとに言われたさ。ごめんなさい。ごめんなさい。あの顔誰ですか。マックスちゃんと取られてたんで。ごめんなさい。あの顔素晴らしかったな。連絡先を交換しましょうの、うん、顔のまま。ごめんなさい。本来の企画じゃん。僕と都築と菅野さん、はい、石橋を落とせるのは誰だっていう企画です。はい、菅野さん。うん。いやそりゃそうよ。だって俺全部の恋愛知ってんだもん。全部。そうだよ。そう。石橋は本当に女性を分かってるのかというドッキリ。はい。いつも言ってるじゃないですか。僕は実は分かってますから。うん、はいはい、結構女性のこと理解できてるんですみたいなのを。どうですか。分かってました。石橋くんは女性のことを理解してるなって感じましたか。石橋さん正直ちょっと感じなかった。誰もあなたのこと好きじゃありません。ありません。石橋くんのことを全然好きじゃない5人を集めました。はい、生意気に。だから好きでもないのになんか序盤で落とされてる。正直腹割ったら煮えくり返ってるね。ね、はい、そうだよね。そうです。いいよ。はい、どんなに振り込みました。自分前なんて、みんなプチゲーすんごいんだよ。あ、ちょっとエビマヨがね。エビマヨ。エビマヨがね。エビマヨがな。エビマヨちゃん。ちょっとね、だから僕がちょっと操作させてもらってました。はい。あ、そうなん。で、僕が操作させてもらってました。はい、で、僕が操作させてもらってました。まさかの初日で落ちるっていう。一番僕落とせてない。いやだからまあそれだけブラした企画も俺の初日落ちが全部一旦ブラしたけど面白すぎた。それだけちょっとね、初日の最後のチェリーセレモニーが裏の企画として面白すぎて、うん、俺ら二人表の企画で一切面白いこと言えなくなるって、ね、ガノさんの名前を出せないから。そうだよ、ね、ずっとズームを繋いでたでしょ。 そう、うん、その一回ズームが繋がんなくなった時に俺菅野さんって言いそうになったの。うん。スまで言ったの。で、俺即座にスーパーズームねって言って。ちょっと待ってください。ごめんなさい。ズームの。ああ、失礼。なんか上手スーパーズームね。深みたちが。よく意味わかんないけど、普段から言うからこうそうしたけど。危なかった。うん、危なかったなるね。でもグラッセか。あ。なるほどね、そっか、一応連絡先を。なるほどね。全然いらない。グラッセじゃないですか、ね、あ、エレンちゃんね。エレンちゃんね。あ、そうだ、誰だよ、でもね、やっぱある程度素で、桃ゆずちゃんもね、ある程度素でかかる。確かに、あんまアミちゃんも全然そこで。アミちゃんは、全員決め。あと、まあもう一人、マキちゃんとかね。どれあの、今日、キックの。そうそう、キックのマキちゃん。キックのマキちゃん。まあでもだから今後ちょっと女優業とか頑張ってね、うん、ありがとうございます。女優さん、そのね、まあ、YouTuber、 YouTuber あ、ちょっとチャンネルの宣伝を、はい、どうぞどうぞ。3人で、ね、はい、ビログロスパイがいる。はい、せーの、マグネッコ、マグネッコアカデミーのシビメアです。エレンです。ユズです。ゴトです。ごめんね、ごめんね。この度ね、あの私たち28人組 YouTuber っていう、はい、マグネットアカデミーという名前でやってるんですけれども、はい、今回四千頭身さんのチャンネルのバシェラーっていう企画に呼んでくださいまして、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当にありがたい。こちらこそ。チャンネル登録ね、あれ見に行っていただいて、はい、見に行っていただいて、よくやりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。アミちゃんもね、はい、あ、佐藤亜美と申します。はい、女優として活動しておりまして、普段は映像とか映画とかをやっております。
よろしくお願いします。はい、SNS とかね、はい、ツイッターとかもね、はい、ツイッターとかやってます、よろしくお願いします。いやいやいや、あ、豊田真希ちゃんというね、あの初日で今日スケジュールの相談に来られなかったらしいんですけども、どこも女優さんをやられているらしく、舞台、テレビ、映画など頑張っているみたいなので、ぜひ SNS 等もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあでも本当これを機に二度とちょっと女性のこと分かってるとか、そうだね、恋愛の相談なんか友達から受けるとかも言ってるじゃん。言ってる言ってる、二度と受けないでほしい。もう恋愛マスターはこれお怒りなんだよ。俺は正直口切れマジで。なんで車で背中折るって言ってる。背骨縦折りだって今日ガムさん泣いてますもん。うん、普通に。いや、もう腹減りすぎる。まあ、俺やっぱ一から教えなきゃいけないわ。そうね。うん、やっぱもう良き理解者になってあげてください。一からまた女子のこと前に教えていくわ。そういうね、うん、立ち位置でいてほしかったんですけど、初日に落ちたんですよ。いやー、ごめんね、ほんとに。なんか、言い訳になるけど、あの日俺全然寝てなくて。本当に。めっちゃなんか家でゲームとかしちゃって。ごめんね。全然本当は恋愛めっちゃ上手くて、普通にね、全員僕のこと好きですよね。いいけどね。別件、恐れです。福山さんのチャンネルも。あ、はい。僕もあの今、ギャル二人とパーティーちゃんというトリオをやってまして、パーティーちゃんは今夜は何パという YouTube チャンネルやってますので、最近で、あの、うちの家がすいません、出たりとか、ちょこちょこメディアの質問ありますので、SNS、はい、とチェックしてね、はい、見てくださいということで、改めてね、全員揃ったところで、推しの前でも、はい、振っておきましょう。あ、後ろもね、はい、T シャツね、改めて。これが僕ですかね。いや、これが俺だろ。別件を滑る。先輩の背中で別件を恐れるよ。これはそう、手書き、後ろは場所の手書きと、はい、で前はデザインじゃない、デザインは全部なるほどね、なるほどなるほど。じゃあちょっと最後に謝ってください、うん、そうだね、すみません。視聴者の皆さん、これから女性に全部一切何もございません。申し訳ございません。はい、じゃあね、これでも石橋くんなんかでかくなりそうだった。いやー、そうよ。やっぱ身の丈分かる男っていうのが本物の男の一歩目だから。OK、続け。ついてこい。石橋。あ。これ今何を起こした？これ何を起こしてくる？これはもう本ちゃんを滑る。楽しくね、僕ら楽しくやりました。一番いい経験になりましたね。はい。楽しく、皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。